すぐやることと宣言をすること。第97回英単語カード作戦。皆さんこんにちは。山口勲です。はい。それではですね、今回は、まあ、すぐやるって大事ですよっていうね、すぐやるような人ってやっぱりチャンス多いから伸びますよっていう話をね、まあ、私の個人的なエピソード、まあ、体験、まあ、こういう人いて すごいなと思った人がいるんですけども、まあ、その人の話をしたりなんかしながら、やっぱりいろいろ試してみましょうねということを話していこうかなと思います。それではですね、その話す前に97タブ目の英単語カード作戦の記録動画、これ毎回出しておりますけども、それをこちらに出しておきます。実はですね、この何タブ回した何タブ回したって、まあ、下に字がね出ると思いますけど、これ97タブ目ですけれども、これ98タブまで回したんですよね。でそれに回してる動画にプラス、まあ、英語学習トークをこう載せていくみたいな形でこの企画はスタートしておりますから、ということはですね、あと1回でおしまいということになります。実はね、もう1回最後のね束があるわけですね。98束目があって、そしてその後99回目になりますけど、それ一応最終回ってことでね、また別枠で撮ったんで、まあこれ入れないで次、まああと2回ですね、次とその次でおしまいということになりますんで、もういよいよお別れのね、まあ、次回っていうか時間っていうか、それが迫ってきましたので、まあここら辺でね、ちょっとその全体的な話をしていこうかなと思います。どういう、まあ細かいね、勉強の話っていうのも、まあ次回もう一回するかもしれませんけれども、まあもっと大きな姿勢とかね、どういう、ね、スタンスで攻略していけばいいのかな、こういう風な感覚を持ってる人はやっぱり伸びますよとか伸びませんよとか、まあそういう話をねしていこうかなと思ってます。そのうちのまあ1回分っていうことですけど、前もねこういう話したんですけれども、まあ、実はちょっとねびっくりするような方がいまして、別に私の生徒さんではないんですけども、まあちょろっとね、ちょっとひょんなことから知り合った方で、というかまあ向こうから話しかけてきたんですけれども、まあもう年齢はだいぶ上ですね。多分定年退職をもされているような方です。で定年退職されたぐらいから英語の勉強をねなんか始めたらしくてですね、ずっと英検を勉強していたみたいな感じの、まあ、おじさんが、おじいさんというかおじさんというか、まあそういう方がこういきなり出てきてですねなんかこう、まあ、毎日 NHK 会話聞いてるんだとかなんか言いながらねこう出てきたわけですよね。で私もまあ英語勉強してたから、まあそういう話になったんでしょうけども、でその時私はなんか、まあ今もですけど、まあトイックをこう受けてたりして、トイックの問題集やってたりしてるんで、まあちょっとね、まあ英語できるからね、そのおじさんがどのぐらい の実力なのか、ちょっとその時は私はよく知りませんでしたけど、いや、ね、その、毎回ね、ラジオ、英会話を、まあラジオで本当に聞いていると。だけど、それって一回聞いて終わりなんですよね。再放送とか聞かないで、もうひたすらいろんなの聞くと。で、まあそれもまあいいかもしれないですけど、まあ一つのものを聞き込むみたいな体験を、まあそういう勉強法をされた方がいいんじゃないですかみたいなね、話、まあちょっと世間話ですよ別にね。そんな何か教えてやろうっていうんじゃなくてね、まあおすすめしますよみたいなね、話をしたのと、あとね、トイックっていうものを私自身が受けてますみたいな話をしたんですよね。でそれからほどなく、まあ、なんか3ヶ月後かなんかそこら辺で、まあ、その人にまた会った時に、その人ね、なんかもう受けててトイックをゆちょろっとトイックっていうのがあるんですよとか、まあ、トイックやるんだったら公式問題集がいいですねみたいな話をしたんですよね。であと、まあ、広前田先生のこの本がいいよみたいな話をしたんですよね。でそれもね買ってやってで受けてきたって言うんだよね。でみたいなね、なんかちょろっと言ったんですよ。ちょろっと世間話みたいな感じで、なんかまあこういうのはいいんじゃないですかねみたいに言ったら、もうそのすごい雑なアドバイスでいきなり買っても受けてて、でね、なんかね、まあ多分ね、昔の形式だったら、ちょうどその時にね、トイックの形式が変わる時だったんで、だからその前田先生の本なんかも旧形式だったんで、し、まあ、公式問題集も多分そうだったのかな。前のバージョン買っちゃったのかもしれないですけど、なんかこの、
なんかこうチャットのやり取りって新しい形式が出るじゃないですか。でああいうのはこの知らなかったみたいなこのこれにはそういうのなかったかなみたいなね、あそすいませんちょっと休憩式のやつなんでみたいな進めちゃったみたいでみたいな話はしたんですけれども、でもそれでもいきなり700とかねもう通ってて初めて受けてですよ。でいやなんか急にパッて、いやその人別にそれまでね仕事で別に英語使ってたわけじゃないんでしょうけど、なんかもうその退職してから多分勉強始めて、でもほどなくもうあの英検だったらもう準一級とかね多分取ってるんですよね。でトイックも私がちょろっと言ったらもう 本買っていきなりやってたみたいな、でもう受けてきましたみたいな。700何点でしたの、あのチャットとかがよく分かんなかったんでみたいなね、なんかおいおいすげえなと思いましたけど、でその後ねほどなくねあの英検私1級を受けに行ったんですよね。でまあその時落ちたんですけども、まあその時にそこにそのおじさんいましたまあ準1級受かってるからもう1級を果敢に受けに来てたんでしょうね。でまあちょっとその時に話をしたんですけど、まあなんかねあのその会場も少ないんですよ。一級受けてるのもうね多分10人もいないぐらいですよね。8人ぐらいで、まあなんか大体ね3、40代ぐらいのなんかちょっと英語仕事して仕事でね英語やってますみたいな、ね、翻訳の仕事やってるとか通訳もちょっとやってますよみたいな感じの人が多いわけですよね。なんかちょっとプロフェッショナルっぽいでその中でねなんか女子高生がね混ざってたのパッて。でいや珍しいじゃないですか。準一級とかだったらまあ受ける人がまあちょっといたりするんですけども、一級を受けてるってことはおそらく準一級はもう受かってるわけでしょ。でかつそれでも果敢に受けるっていうのはあのまあまあ相当できると、まあなんかちょっと帰国子女なのかなとかなんかねまあ思うわけですよね。で、まあそのおじさんによるとそのおじさんはもう何回か英検受けてるから、であの子はまあまた今回もいたけどこの前もいたみたいな。でこの前ちょっと話したって言うんですよ、ね、話しかけたんですかみたいな感じですけど、でどうも話したいきなり話しかけたんですよ多分ね。 あんたなんでなんかこう一級受けてんのみたいなね11級はもう受かってんのかねみたいなね、なんでそんなできるんかねみたいな感じで多分話しかけた。でどういうトレーニングをしてるかっていうのを聞いたと。ただなんかね別に帰国子女でもなくて普通に英語を勉強してるんだけど、なんかあのなんとか どこどこの誰それ先生に個人レッスンを受けてますみたいなことを言ったわけですよね。その女子高生がそのおじさんに言ったわけですよね。したらそのおじさんはその後その女子高生が習ってるなんとか先生に連絡を取っていきなりですよそれで本当に3ヶ月ぐらいかな、話を聞いたら3ヶ月習ったって言うんですよね。でどうもコスパが悪いからあのその3ヶ月だけ受けて習ってで辞めたって言うんですよ。でこれね聞いてねすごいなと思いましてね、だってあの人がちょろっとなんか言ったことをすぐ試すっていう、あれ受けたらいいんじゃないんですかってもう速攻申し込んで受けてるとか、なんか自分はこういう先生に習ってよかったってのもうその人にいきなり習いに行くみたいな、なんかそれはねやっぱりねあのすぐやるっていう人はチャンスが多いんですよね。あのまあ要は外れることだってあるじゃないですか。習ってみたけどピンとこなかったとかね、あの人はいいって思ってたけどこれはちょっと自分に合わなかった、やってみたけど合わなかった、まあ、これはもちろんあることですよね。でまああることなんでいいんですけど、あのとにかく、まあ、サッカーで言えばシュートを打つわけですよね。でまあ100本200本打てば1個ぐらい入るだろうみたいなね、もうそのぐらいの感覚でどんどんもう入んないかもしれないけど打ってみるみたいなまあそういう感覚の人はね結果的にやっぱりたくさん点が取れるんですよ。もう確実に入る時しか打たないみたいな、あのまあそういうスタンスでシュートを打つと、もうそもそもシュート自体打てないし、まあ入んないんですよね。だから打たないからなかなか難しいと、まあ、打ったら入る確率は高いのかもしれないけども、でもやっぱり、うん、まあ打ってるうちに打ち慣れるっていうのはあるじゃないですか。だからねどうしてもねチャンスがすごく減っちゃう、構えすぎちゃうと、で一撃で倒してやるみたいな感じで、なんか人に言われた時にあーでもちょっとそれはみたいな感じでね、ちょっととりあえず構えて、でもなちょっと高いしやめようとかね、なんかやらないとかね、その日はちょっと用事があるからみたいな、
なんか無理やり用事を作ってさ、あのやらない、ね、こういう人って伸びない、伸びにくいんですよ。要はなんかチャンスがね、チャンスがあんま巡ってこないんですよね。だけどこう、まあ、そのおじさんの例を見るならば、やっぱりあのすぐやってる人っていうのは、まあなんかやっぱ伸びてんだよね。だってね、定年退職からやっても一級受かるかもしれないぐらい言ってるわけじゃない、そういう人って。だからもう確実に伸びてるでしょ。多分私よりも伸びてんだよね。私の伸びるスピードよりそのおじさんの方が早いから、なんか何なんだろうって思いますけど、だけどやっぱり私よりもすぐやるんですよね。あ、ちょっとやってみようみたいな。で結構気楽にパッてこうやるんで、すごいなと思いますね。でその逆ももちろんありますよ。あのなかなか受けないとかね、なかなかテストこのテスト受けるんだけどなかなか受けない。まあ演奏とかでもそうかもしれないですね。あのほら、あのまあギターとか習い始めてね、でじゃあステージ上がって弾いてみようぜみたいに言った時に、いやいやいや、もう自分はそんなあの上手くないんでみたいな、あのまあもうちょっと上手くなったらみたいな、でもうちょっと上手くなったらって言って練習してんだけど出ていかないみたいな。で30年間練習はしてるんだけど出ていかないみたいな。まあちょっと私もねそういうあのタイプなんで、あの気持ちは分かるんですけど、やっぱりね、あのうまくならなくなってきます、練習だけしてもね。で新しいやっぱりトレーニング方法もやっぱり試していかないと、あの上達ってこう頭打ちになっちゃうんで、ここはやっぱり、すぐ言われたらアドバイス、講師のアドバイスとかを聞いたら、聞いて、あこういうやり方いいよなんていうのを聞いたら、ちょっと飛びついてみてもいいんじゃないですかね。で多くの人は、私が教えてる多くの生徒さんは、まあ子供たちが多いんですけども、なかなかね飛びつかない。例えばですね、ヘッドホン、ね、シャドーイングをやるときはイヤホンじゃなくてヘッドホンでねやるとやりやすいですよっていう話をして、でヘッドホン買いましたっていう人は今のところいません。でね、あとね、あ、単語帳もう一個買ったらって言ってね、パッて買った人はいましたね。まあそれはなんか、あのおうおう、なんかちゃんとやってるみたいな感じはしましたけどね。あとまあ例えばウォークマンとかも、うん、まあちょっとやっぱり高いからいいかなみたいな感じで、なんか買わないんですよね。あの絶対元取れるんですけど、まあ英語勉強していけばね、なんだかんだ言ってね、やっぱりね、まあいいかなみたいな感じですね。本屋に行ってちょっと見てって、まあ時間がないからとかもあるかもしれないですけど、でもまあむしろそういうところにちゃんと時間を割くっていうのがまあ大事ですよね。ですからまあとりあえず試してみる、シュートを打ってみる、入んなくていいんですか、入んなくてもいいからシュートを打てと。そういうことを言いたいですね。でそうすればあのまあシュートしてゴールする確率っていうのはね、まあ上がっていきますし、まあ、合わないこともあるじゃないですか。こうやってシュート打って合わない、あの入らないんだなっていうのも、まあ、分かるんで、まあ早く経験値を上げることができるわけですよね。でしょ。だからまあとにかくやってみましょう。やって失敗してもそれはいいです。勇気をね振り絞ってねやってみましょう。あの、私はね、あのそのおじさんのようにね、いきなり女子高生に話しかけて、あ、どうやって勉強してんのかってね言えないタイプの人間ですけど、言えません、確かにそれは難しいんですけど、ね、それは分かりますけど、その人すげえ、だからこそすげえなと思います。まあそんなことです。あとね、もう一つ、すぐやるってことは大事なことですよっていう話をしましたけども、あともう一つお話をしたいことは、宣言をするってことに対してどうですかって、まあこれちょっと質問を受けたんですけど、あの周りにね、あのほら特に社会人とかって言うじゃね、言うか言わないかって結構重要なんですよね。自分の会社の同僚とかに、いや英語勉強始めたぜみたいなね、俺は英語勉強始めたんでやってるぜみたいな。家族とかそういうの言わないでこっそりやるか、それとも言うか、宣言するってことですね。でそれどっちがいいんですかっていう話ですけど、まあ、その宣言した方がいいんですかっていうことを聞かれたんですけれども、まあ、私はね、これは宣言した方が覚悟が定まっていいと思います。あの言った方がいいんですよ。あの
まあ言わなくてもね、そんな気にしないでどんどんやってたっていう人はまあ心配ないんですけども、まあ決心が揺らぎそうかなっていう微妙な人なんかはむしろ宣言をしてしまうっていうのも一つの手かなと思います。だからブログで、まあ一時期 YouTuber じゃないや、まあ YouTube で上げてる人もいるかもしれないですけど、まあブロガーの中で、まあトイック受けててブロガーの人が自分がね、このぐらい勉強した学習記録みたいなのをひたすらこうアップしてて、それに対して世の中の人が、うわーこんなやったんですか、すごいですねみたいなね、そういうやり取りをするとか、まあ最近この YouTube とかでもあるのかもしれないですけども、まあそれってこうもう本当に公開してるわけですよね。顔も出してね、自分はこれから英語できるようになりたいんですよ、今280点ですみたいなね、スコア280ですみたいな、これが900まで上げますみたいなね。で、これってすごくやっぱ励みになると思います。でね、まあ英語とちょっと関係ないんですけれども、禁酒してる人、まあアルコール中毒みたいになっちゃった人が断酒をしてね、立つわけですね。アルコールもう飲みません、お酒やめましたみたいな、で何日目ってのをこうアップしてる人がねいて、でみんなで励まし合ってね、私はまあ何日目ですみたいなね、何日目ぐらいが一番きついんですよみたいなね、なんか夜寝られなくなりますとかねなんかそういうのをこう上げてる方がいらっしゃってね、で私は別にアル中になってはいないけれども、まあちょっと興味があって、ね、心理学に興味があるんで、まあ、ちょっとそういうメンタル的なケアっていうの、自助グループっていうのがあるんですけども、それがなんかリアルな人間にこう会うというよりは、自分がこう公に向かって発信することによって、なんていうんですかね、お酒をまた飲まないようにするみたいな、なんかそういうね、ところがやっぱり、まあ、有効なのかなとかね、まあ、その方を見てる限りはね、その方は YouTube をやっていたから、ね、お酒やめられてますってはっきり言ってましたけど、あ、すごいなと思いましたね。何かこうやっぱり、人様にこう今自分はこういう状態なんですとこういう風にやってますよってこうね、もう覚悟のほどと同時に自分の実際こう言っている有言実行してるかみたいなのをね、こう見せる、ね、トイカーだったらスコアシートをこう見せるみたいなね、まあ、住所のところは隠してもいいですけどねとか、まああるいは身近な人に言って理解をこう求めていくっていうのも大事なのかな。まさまささんっていうすごく有名なトイックブロガーの方がいましたけど、もう伝説的な方でね、今 いなくなってしまいましたけど、死んじゃったわけじゃないでしょうけど、そのトイック業界からはね、いなくなった、消えてしまったんですが、まあその方もなんかインタビューの中で言ってたかな、言われてたと思うんですけども、職場のほら飲み会とかでも自分は勉強してるからもう二次会行きませんみたいな感じで断って、もみんながなんか頑張れみたいな感じで送ってね、こう別にお前なんで付き合い悪いぞみたいにならないっていう、まあ家族の理解も得たりとかする上でやっぱり宣言をしてやるっていうのは有効だったっていうふうに言ってますよね。で、あとまあ自分にほらプレッシャーをかけるっていう意味もあるでしょ。でこれ毎回こういうスケジュールでやるんだ、例えば人があんまり聞いてなかったとしても言った以上はやっぱりやりたい、守りたいじゃないですか、それね。だからまあそれもね、人によってはね有効かなというふうに。まあ、ただ宣言するタイミングは私はある程度自分で勉強ができる軌道に乗るっていう、そのあたりのタイミングがいいかなと思います。勉強開始してから3ヶ月自分が継続して勉強できたあたりぐらいからが宣言をするのにふさわしい時期なのかなと思います。あんまり気やすく いきなりこう宣言してしまうと何か宣言の重みが自分の中にあんまりなくって、やめちゃうって単なる自尊心傷つくだけみたいになっちゃうかもしれないんで、まあ宣言が一応しても大丈夫なんだっていうタイミングって多分3ヶ月ぐらいしてからだと思いますね。3ヶ月ぐらい自分で勉強してみていけそうだなと思ったら、公に自分はこういうことをやっています、このまま突っ走りますと宣言する、これもこれあたりがねやっぱりいいんじゃないかなというふうに思います。まあもちろんね、人によってそういうことはとても耐えられませんとかね、格好悪いですとかね、格好悪くないと思いますけど、いう人は、まあ、しなくてもいいのかもしれませんけど、でもダイエットなんかでもやっぱり宣言した方が成功しやすいってあるじゃないですか。まあ断酒なんかもそうなんだからね、ダイエットだってそうだと思うんですよね。
まあ、体重計を毎日ね、あの写真して撮ってアップしますとかね。まあそういうのだったら、まあやっぱりあのこうね、全国から注目されてる、注目する3人ぐらいしか見てないかもしれないけど、あの、まあ、見ようと思ったら全国から見れるっていうね、まあ、全世界から見れるって、そういう状態に置かれるわけですから、まあこれやっぱり、あの、まず間違いなくあのモチベーションが上がるし、まあ、覚悟は定まると思いますんで、まあそんなことを一つヒントにね、学習進めていったら、英語に限らないかもしれないですけどね、英語の学習に役立ててもらえたらいいのかなと。じゃあちょっと振り返りますと、まあすぐ試してみる、ね、ダメでもすぐに試してみるってことは、これ大事ですよっていうことですね。それとあと、まあ宣言する、3ヶ月ぐらい勉強を継続したタイミングで宣言してみるっていうのもとか、まあこう公にしてみる、 YouTube とかね、ブログとかで公にしちゃうっていうのも、まあこれも覚悟は決まってね、ハマれば、人によってなのかもしれないですけど、まあハマれば結構有効に学習継続できるんじゃないですかっていう、そういうお話でした。では今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。